イタリア代表はイタリアバスケットボール連盟により国際大会に派遣されるバスケットボールのナショナルチームである。ニックネームはリ・アズーリ。イタリアは国際バスケットボール連盟原価名国の一つである。イタリア代表初の試合は1926年にミラノで行われたフランス戦。バスケットボールが オリンピック正式種目となった1936年ベルリンオリンピックに出場。1984年ロサンゼルス大会までのオリンピックで出場できなかったのは1956年メルボルン大会のみで、1980年モスクワ大会では銀メダルを獲得している。世界選手権は1963年ブラジル大会で初出場。 1970年ユーゴスラビア大会と1978年フィリピン大会で4位となった。2004年アテネオリンピックで2つ目の銀メダルを獲得した。2006年の世界選手権は9位。2019年3大会ぶりにワールドカップに出場し、2次リーグ敗退で10位。2021年オリンピック予選ベオグラード大会で地元 セルビアを破って4大会ぶりに出場権を獲得。東京オリンピックではドイツとナイジェリアを破って予選リーグを突破。準々決勝でフランスに敗れた。ありがとうございます。